思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダムダブルゼータ。144分の1。ディザート、ザク。機動戦士ゼータガンダムがまだ放送されていた頃。早々と、次回作である機動戦士ガンダムダブルゼータの放送が決定しました。変形モビルスーツのゼータでさえデザインの決定が難航したというのに、今度は変形合体モビルスーツ。デザイン作業と、コンセプト作りにスタッフが時間を取られすぎ、プラモの商品展開が立ち遅れてしまいます。なぜシリーズ最初のキットがガザディだったのか、今でも不思議です。ゼータが終わる頃、当時の模型紙で発表された、ダブルゼータのプラモの試作品を見て、唖然とした方も多いと思います。私もガンダムは終わったと思いました。ダブルゼータの初期のデザインが上がった時点では、ハンマハンマあたりのデザインはできていたらしいのですが、夏以降の番組中盤のモビルスーツのデザインができていなかったのです。そこでバンダイは、これまでにプラモ化されたモビルスーツのデザインをアレンジして、ランナーのパーツを足すことで違うモビルスーツを作れないかと、モデルグラフィックスのスタッフに依頼します。その結果、リゲルグ、アイザック、ドワッチ、ガズアル、ディザートザクなどが一部、プラモの金型をリファインする形で誕生するのです。ご都合主義の結果に誕生したモビルスーツ群ですが、ストーリー的に、最初のおちゃらけ路線から完全にシリアスに移った頃で、ジオン軍残党、アフリカ戦線、砂漠戦仕様など、後のジオン軍フリークが好きそうなネタが多数登場し、この頃から、ミリタリー風にアレンジされたガレージキットが多数で出します。弱っちいモビルスーツを、俺的に改造するのが燃えるとか、もしくはザクなど弱っちいモビルスーツでチクチクゲームを進めるとか、イカれたジオン好きのマニアが生まれたのは当然の成り行きだったのかもしれません。当時は例の SD ガンダムが出だした頃で、子供向きと、大人向きのガンダムが出て、富のガンダムについていくのか、それともメーカー製ガンダムに走るのか、思考の転換点になった時期でしたね。さてディザートザクですが、最近ガンダムユニコーンにも出ましたので、知っている方も多いと思います。一年戦争の頃、ザクのバリエーションの一つとして開発されたザクデザートタイプをベースに、ジオン残党軍が地球連邦軍基地から奪った資材で回収した機体と言われています。作業走行用のジェットスキーがかっこよく、ダブルゼータの名シーンの一つとして数えられますが、どういうわけかキットにはついていません。中にはゲルググのビームライフルを装備した機体もいましたが、この頃のアニメは遊びのシーンが多かったので、公式設定かどうかは知りません。キットは、基本的にモビルスーツバリエーションの頃の仕様のままなので、作るならすぐにおすすめします。改造するなら、ハイグレード UC のザクを芯にしてパーツを切った発達しなくてはなりません。いいお父さんなら1年くらいでできますよ。多分、制作途中でハイグレード UC の新作が出たりしたら、ご愁傷様というしかありませんがね。まさかジュアップの新作が出るとは思いませんでしたが、あれはだいぶ前のケロロ軍曹の漫画で伏線がありましたね。このキットはザクとしてはかなりかっこよい方ですので、5、6体作って飾っておくとかなり映えます。ドワッチとドワッチ回も外せません。ダブルゼータモビルスーツバリエーションの、ディザードザク、ロンメルカスタムなどを作ってみるのもいいかもしれません。当時は、砂漠戦仕様ということだったので、ジオラマ用のパウダーで埋めてましたね。さて次回は、聖戦士ダンバインです。今なおカルトな人気のアニメですが、当時はファンタジーブームの火付け役となったアニメでした。ご期待ください。